山口長南山口長南は、洋画家。日本の抽象絵画の先駆者である。武蔵野美術学園長を務めた。京城府出身。1921年に19歳で、日本に来るまでを、京城で過ごした。本郷洋画研究所で、岡田三郎助に学び、20歳になった1922年、東京美術学校に入学。1927年、同校卒業と共に渡仏。フランスでは、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、それに当時渡仏中だった、佐伯祐三にも刺激を受ける。また、彫刻家のオシップ・ザキンのアトリエにも出入りし、立体的な造形をも習得に努めた。戦後、二課展の再結成にあたり、会員として参加し、1962年まで二課展1953年、日本アブストラクトアートクラブの創立に参加し、1954年に会員としてニューヨークでのアメリカ抽象美術展に出品。同年、武蔵野美術大学教授となる。1955年に第3回サンパウロビエンナーレ、1956年に第28回ベネツィアビエンナーレの日本代表として出品。その後、グッゲンハイム賞美術展。チューリッヒ市立美術館の現代日本の絵画展など国外での出品も広がる。1961年芸術編賞文部大臣賞を受賞。1982年三雲正之助の後任として3代目の武蔵野美術学園学園長に就任。典型的な作品は黒系の地に黄土色または赤茶色系の大きな色面を配したもので、いわゆるハードエッジの抽象絵画とは違い、温かみを感じさせる。ありがとうございます。